はいどうも、水沢です。お願いします。では一度頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。トミーです。カッタです。え、こんなものいらないよ、やっぱり。二人で P さんにドッキリをかけていこうと思います。イエーイ。P さんというね、はい、まあ、昔一緒に住んでたりとか、うん、P さんが今日今僕ん家に向かってきてくれてるんですけども、うん、二人で撮影するってなったら結構久々じゃないですか、はい、そうだね。会うたびにさ、ちょいドッキリかけてこない？そうね。ありがとう。今回やりたいのが、元気先生にもちょっと今回協力いただきまして、はい、その塩酸とか、うん、まあ、硫酸とかは全部、あ、普通飲み物。元気先生が用意してくれたビーカーの中身大丈夫？洗ってある？あ、それはあの僕が東急ハンズでちゃんと買ってきたんで。あ、すごいすごい。もう一個信用してないんです。そうですよ。で、塩酸ちょっと残ってました。絶対ありえるから。それが怖いね、俺は。そっちの方が怖い。別にピーさんとか飲んでない。一番死ぬっていうことですけど。まあそうだろうね。怖っ。予想できないね。予想できない。一番予想できない。一番予想できない、うん、純粋で真面目なんで、うん、何が起きるか分かんない。怒っちゃうとかもある。うん、あ、ピーさん来ました。一回じゃあちょっと待ってて。あ、オッケーオッケー、ありがとう。ちょっと待っててね、ごめんね。なんで？いろいろなんで？久しぶり。この前ぶりじゃん。この前ぶりです。あ、すっか。あ、どうぞどうぞ。どうぞ。いいですか？ありがとうございます。はい、実は今回スペシャルゲストで、あ、Pです。どうも、お久しぶりです。3DS YouTuber P。 はい、ポジティブ、ポジティブ P さんです。お願いしまーす。お願いします。スーツでね、気合い入れてメガネかけてきたんだ。そう、メガネもだからあの時のメガネ。あの時のメガネで、スーツもトミーに買ってもらった。あの時のスーツ。あの時のスーツ。で、気持ちもあの時の。あの時の。あの時のネクタイ。あの時のネクタイ。これは先週買った靴下。あ、そこはそうなんだ。そうだな、そりゃ。なんか日常っぽい動画を撮りたいなと思って、まあ企画では元気先生のところでしっかり実験はするんですけど、うん、じゃあ向かっていこうと思います。はい、はい、始まりー。おー、おー、うるさい。厳しすぎー。あー、厳しい。厳しかったよ。俺は厳しいよ。ポッ。はあ、うん、あの頃のまんま。あの頃のまんま。行きましょう、行きましょう。はい、ということで今日はね、トミーの運転でね、ちょっとドライブしようと思うんですけど。いや、すごいよこれ。実験をするんですよ。そう、あっちでも多分企画ちゃんと説明はすると思うんですけど、うん、まあ、混ぜてはいけない薬品をどんどん混ぜていこうっていう企画。うん、うん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 。だから、うん、まあ一応ちょっと P さん心の準備だけお願いしますっていう。でも P さん理科好きだもんね。まあそうだね、うん、じゃあいいか。じゃあ大丈夫か。ありがとう。え、でも別になんか痛いとかないっしょ。え？ねえねえ、ごめんごめん、聞いてなかった。え、理科好きだもん。そうだね。そうか、運転。理科好きだもん。理科は好き、理科好き。理科好きだよね。じゃあよかった。そうそうそう、理科の先生とか好きだった。ああ、じゃあよかった。そうそう、お世話になったからだけど。うん。え、あのさ、痛くはないよね。右方向です。右方向じゃって。右方向だって。右？トミ、右だって。え、結構やばいかな。まあいけるっしょ。気合でなんとかなるっしょ。やっぱ動画って楽しいもんだから。いや、俺らで撮って怖いもんないぜ、3人揃ったら。確かに、だって元気先生も監修してくれてるわけですよね。確かに、それはそうだ。そうだよ。何が？え、だから大丈夫かなってだけ。その確認よ。それは違う。いや、俺もね、今まで何回も大丈夫って言ってきたけど、俺が大丈夫かどうかわからない状況ってなかなかないな。いや、大丈夫に決まって。大丈夫なんだよね。はい、こちらです。はい、元気先生。はい、あ、元気、そこ閉めといてくれる一回。え、本当に大丈夫ですよね。大丈夫です。大丈夫ですよ。トミーからも一応確認したいと思います。これ塩酸、本当の塩酸入ってないです。これコーラ、コーラ、うん、コーラ、ポカリスエット、カルピス、うん、三ツ矢サイダー、うん、あ、絶対大丈夫。レッドブルー、うん、コロナミンシンかな。あ、分かった。三ツ矢サイダーにちょっと溶かして、溶かして、ああ、大丈夫です。これ、どこがこれなんですか。どうですか。何もない。あ、それはもうポカリセットかな。うん、はい。で、なんかの容器にこう混ぜていく感じにします。そうですね、一応、ね、あ、そうですよね。危ない、そうですよ。え、ちょっと一回会議してた。あ、そう。
そので今、うん、カンタがガチで危ないんじゃないかっていう修正をしてきて、トミーこれ本当に大丈夫か、はいはい、ちょっとなんかあ出た、翔さんこれも行きましょうみたいになってて、え今アドリブってありにするみたいな、こっちアドリブっていやなんかあっちも用意してくれてたんだよ、はいはい、何ですかこれ、あーこれなんか硫酸とかを入れると黒くこうふわーって出る、はい、あー、はい、見ました、はいはいはい、絵的にはいいんじゃないか、やる B さんやるそれ、えいや結構迷ってて、うん、え安全なんですよね、あそうです、そうです全然安全は、あじゃあやりましょう確かにね動画はねいい、あ安全なんですもんね、そうです、そうです、じゃあ大丈夫か、じゃあ大丈夫です、わかりやすくするためと、わかりやすくするため、 OK です、ごめんなさい、え別に、ね、手が溶けるわけで、あそうです、ちゃんとあのあれして手袋して、あ確かに、あ違う違う、じゃあ大丈夫、これ以上はちょっとあれだから一回止めたいっていう申請してる、あオッケーオッケーオッケー、え、まあまあまあ頑張る、笑えなくなっちゃう、笑えなくなるときはそうする、笑顔で言って、はいはい、ごめんこれ以上俺笑えなくなっちゃう、やばいっていう、あーそっかそういうことね、はいはい、なるほど、うろちょろが止まらないよこれは、うん、ダンス伝わりますか、俺の遺言ビデオが行く可能性があるってことでしょ一応言うとく、とりあえずあのパソコンの H っていうアルファベットのデータがあるんですけど、それは絶対に消してください、なんかもうダメじゃん、 H じゃねえ、いや、エロ言わないけど絶対 H だよ、そのデータだけ消しといて、 H なもの絶対そこに入ってる、そう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 なんですね、じゃあちょっともうやっちゃいますか、やりますか、で本当に危なかったら元気先生に止めてもらいたい、了解です、やばいやつは止めればいいですね、もう運次第で、これ穴開いてないですよ、じゃあ挨拶からいきましょうか、はい、いきます、はい、はい、どうも、はい、どうもお疲れ様です、お願いします、では一度頑張っていきましょう、頑張っていきましょう、トミーです、カンタです、そしてポジティブポジティブ P さんです、よろしくお願いします、お願いします、一応は元気です、お願いします、お願いします、ということで、はい、今日は、うん、危険な実験をしていこうと思います、おっ、危険な実験を安全にやっていきましょう、安全、そうなんです、そのために元気先生がいるわけです、はい、安全第一でいきましょう、はい、今回やりたい企画が、はい、混ぜるな危険、これ混ぜたら本当に危険なの、うん、危険だろうけどねただ、まあ、あの今日は元気先生にいろいろと、うん、まあ、ここでしか手に入らないような薬品を、うん、はいはい、何種類ですかね、今はですね持ってきましょう、はい、はい、選んでいただいているので、ちょっと一応念のためゴーグルしていただいて、基準になっちゃって、B さんそれがアダになってどうにかなっちゃうかもしれないよ。あんまりハマらないんだけど大丈夫。B さんゴーグルしてるから、ね。え、だって俺らでも知ってるよね。なんかいろいろアンモニア、アンモニア、アンモニアは臭いやつですよね。そうです。だからあんまり嗅いだりしない方がいいんですよね。直は買わん、嗅がない方がいいですね。まあ薄めてくれてたりするのかな。あ、そうですね。なんかもしね、ちょうどいい具合に混ざるように薄めたりとか、うわ、水だ、うわ、出た出た、金属のやつだ、金も溶かすんですよね、確か全ての水で一番溶かすやつ、なんか薄いか、うわうわ、これ硫酸、ちょっと金属の違うもんね、今ピーさん何大丈夫、いや、大丈夫、転んだら終わり了解です。これが水酸化ナトリウム水溶液で、はい、一滴でも目に入ったら失明するちょっと危ないやつですね。アルカリや。期待以上ではちょっともう今混ざってるからちょっと甘めの匂いというか、甘めオルナミン C みたいな。みたいなね。これ多分フルオールアンチモン酸が最強の酸なんですけど、結構ビタミンとかも混ぜてる。あ、はい、その匂いか。そうですね。そういうのあるんですね。はい、あの前回ショート動画で結構再生していただいたんですけど、はい、まあ、右左どっちみたいな感じで、ランダムに混ぜていくと、それでいきなりバーとかもあったりするわけじゃないですか。やばいやつあるんですね。あると思うんで、まあ、3人こうランダムで、はい、これとこれは混ぜていいと思いますっていうので混ぜていこうかなと思います。やばいって慎重にやれば了解です、はい、頑張りましょう。ジャンマ系から選んでって入れてって目の前で調合してこう、あとはこう持ってこう沈めていく最悪だ人がやる技じゃないよ。沈めていくしますか、はい、最初はグッジャンケンポイント。おお、いいよ、はい、最初は大丈夫、じゃんけん、ほい、違うじゃんめちゃくちゃ近づきいや、もうないからです、これもこれもこうなるから
ブンブン見てた。いや、ちょっと、本当に、本当にマジで、こっからふざけんのやめよう。はい、はい、ごめんなさい、ここまでちょっと、うん、バラエティ感やりましたけど、え、右左どっちだっけ。じゃあ、いきます。はい、右左どっち。うん、こっち。王水です。じゃあ、水野さん、入れ方とかってないんですか。大丈夫ですか。あ、はい、こう、そーっと入れてたけど、こぼさなければ、こぼさなければ。こんな感じですか。もうちょい、どうする。いや、まだそっと手に落とさないように。OK じゃない。 OK、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 ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。はい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 、はい、最後の一滴のピトッ、怖えな。え、これでアルカリ性のやつ選べば、あ、中和するんじゃない。大概はね、中和ですよ。え、中和した時って別に水になるんですか。まあ、なんか、そうですね、塩水とかですよね。そうですね、塩水とか、はい、そのによって。え、じゃあ究極飲めるってことですか。あ、ぴったり中和できてれば飲んでも飲めるってことですね。あくまで理論上ですよね。あくまで理論上ですもんね。ここではやんなくていいですもんね。右左どっち。うん、こっち。水酸化ナトリウムです。おー、アルカ、あ、いいじゃん。アルカリだ。あ、アルカリじゃん。これじゃあ中和ってことですか。そうですね、可能性高い。なんとなく同じ量ですね。そうですね、グラブ数、はい、一旦入れて、はい、あー、それでいい。うん、それで一旦こっちに移して、まあ、これぐらいかな。うん、ぴったりちゃんとやった方がいいよ、Pさん。まあ、でもこれ、同じぐらいじゃない。え、実際これどんぐらい危険なんでしたっけ、これ。これだから一滴入ると、結構失明するくらいやつですね。でもあれですもんね、中、その強い強いの中和してくれる。そうですね、ちょうど中和できれば。中和しないの、一気に入れると。うわ、でもなんか、油っぽくなってない。すごい、なんか、ゆらゆらしてるよ。本当だ、なんか油っぽくね。これって何なんですか。え、なんか起きてんのかな。なんかね、オーロラみたいなことね。あ、中和反応なんですね。あ、なるほどなるほど。なんかできてるんですよね、この中に。はいはいはい。え、これはじゃあ今は水に近いってことですか。え、じゃあこれは別に今そんな人体に影響はないですか。そうですね、あの、理論上はですね。はい、じゃあ飲めるってこと。よしよしよし。ちょっと違うって。いや、それはやりすぎだ。それはやりすぎだ。はい、はい、ねえねえねえ、はい、やりすぎです。あ、そう、Pさんね、本当にやりすぎだと思ったら今日言うっていう。そうそう、あの、泣かないっていうために。え、指先チョン。え、指先チョン大丈夫なの。あの、全然普通に。え、素手はダメ。まあ、ぴったりなってれば。いや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 、確かにね、素手は、素手は、素手はやばい、素手はやばい。あとはちょっとリトマス紙でこう調べる。あ、あー、これ、こういうの。これ、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 これこれが、待ってました、これ、これ先生、もう、リトマス紙が一番好きなんだから。あの、青がね、いきます。で、青から赤になったら酸性だ。あ、そうそうだね。じゃあ、いきます。この空気の時点で変わったりするんだよね。あれ、今のとこ、はい、はい、開けんじゃない。ちょっと待って、めちゃくちゃ酸性なんだけど。お兄さん、見える。これちょっとやばい。ピーさん、ピーさん、ノアって言われた。お兄さん製なんだけど。ダメだよ、トーディ。ダメだ、ダメだ。若干水酸化ナトリウム足りなかった、ね、いや、めちゃくちゃピンクですよ。若干水酸化ナトリウム、いや、大げさな。ピーさん、大げさな。ありがとうございます。水酸化ナトリウムちょっと足そうだよ。危ないで、マニュアルで。じゃあ行きますね。あ、そっか。前行きます。今もう。あとドンって置いたけどね。ドンって。お、まあ、確かにこれすごいね、この実験。え、今ストレス値100だとしたら今どんぐらいまでいってる。え、あの、112。一旦入れてみます。はい、はい、はい、じゃあちょっと足します。そうですね。はい、で、じゃあ入れます。はい、うん、めちゃくちゃピンク。ちょっと、あの、ダメ。え、ってことはもう触っていいってことでしたっけ。めちゃくちゃピンク、違うっすね。ってことは酸性なの。溶けるの、ね、目に入れていいってことですか。ダメダメダメ。アルカリじゃないからオッケーじゃないのよ。そっかそっか、違うのよ、酸性なのよ。むずいなぁ。Pさん、NG ちょっと多いな。いや、NG とかじゃなくて、理科、理科。おー、結構ドバッと入れましたよ。え、これでもう大丈夫ですよね。ピンクよ。いや、元気先生、いつもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、行きまーす。はい。おっ、おっ、なるほど。変わってないってことですか、これは。濡れただけだ。あ、ほら、濡れただけ。あ、手袋越しじゃなくても大丈夫じゃないですかね、もう。ちょっと待って。
ちょっと待ってくださいよ、元気先生、ちょっと待ってくださいよ、元気先生。俺らが言うのは無茶ぶりだけど、元気先生が言うのはなんか、いや、それでもいける、科学的な根拠があるってことですよね。どうでした？はい、中性でした。まあ中性でしたね、結果としては。え、ちょっと赤いやつ見ていいですか？赤いやつ見て、なんかそのね、赤が青になったらアルカリ性になるわけじゃない。はいはい。両方ね。あー、こっちがやりすぎちゃった。そうですね。あるじゃないですか。できちゃって一応見てみましょう。あー、すごい最新のやつ。これね、赤ね。あー、Pさん、Pさん、頭切れてるよ。いいよ。もう視聴者さんもね、心配しちゃうからね。これで青かったら、これ危なかったってことですね。こういう時ってやっぱ頭回るの。そう、確かに。走馬灯とか。ギリギリね。あ、じゃあ行きますね。はいはい。IQ めっちゃ上がってんだね、今。あ、大丈夫よ。大丈夫よ。ちょい青ぐらいだよ、ちょい青だよ。一応ちょっと、もしあの、そうですね、指入れた場合、はい、どうなのか、大丈夫かどうか確かめていきましょうか。え、その方法あるんですか？あ、そうです。え、あ、それ見た方がいい。なんでそれ、最初に。いや、こうやって、こういう授業ってさ、一番覚えれるじゃん。あ、そう、自分のことみたいに。あ、確かに、脳裏にずっと宿る。そうそう、本当にこの、やった場合どうなるかって、追い込まれてから見た方が。確かに確かに。砂糖なんで、何もなければ大丈夫ってとこですね。え、じゃあちょっと入れてみようか。これ投げちゃったら終わるからね。なんかの拍子に。俺もさすがにそこまではしない。脳のエラーが起きたら終わる。ただあのもう度重なる実験でちょっと麻痺はしてるよ。確かにもうね。あ、やるよみたいな。オッケー、やりますね。あ、じゃあこれ入れるんですね。あ、じゃあ入れますね。倒さないようにね、それ。めっちゃ成長してる。ピンさん、俺の手めっちゃ伸びてない。ピンさん、俺の手めっちゃ伸びてる。この煙は大丈夫ですか？これ大丈夫です。ピンさん、ピンさん、水蒸気。危なかった。やばい。水蒸気なんで大丈夫です。ちょっと待って、今日そういうノリなしたマジで。そんなの。そこ開けといてくれる？そうだね。換気ね。いや、ピンさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。よし。やりきった今日の仕事。え、どうする？じゃあこれ生かしにしますか？じゃあね、みんなで気をつけて。みんなで気をつけて。どうする？じゃんけんするもん。じゃんけんしようか。はい。最初。あ、そっか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 。ちょっと待って、ちょっと待って。違う。ありがとうございます。最初グッジャンケン。ほい。よし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 。最悪なんだけど。じゃあそこまで行って。はい。右左どっち？こっち！小三です。うわ。いいね。じゃあ行きます。はい、右左どっち？こっち。おめでとうございます。要素駅でございます。来ました。どうなんだろう、なんかみんな気になったね。うん、どうなるんだろう。うわー、もう一周行こうかな。右左どっち？こっち。あ、フルオロアンチモンさんです。聞いたことない。これやばいですか？やばい。最強の3です、この世に存在する中で。マジですか？俺らも座るよ、こう。せっかくだから。あ、確かに。じゃあ、行きますよ。はい。マジで怖い。行きます。なんかさ、変ななんか出てない。大丈夫？え、なんか起きてるよ、反応みたいなやつ。なんか油浮いてるみたいな。ちょっと俺も入れてみていい？え、行く？なんで？え、これ本当にやばいっすか？これはやばいっすね。おい、やばいって分かってんだから、起きな。なんで？え、でもだってさっき砂糖。メガネは？俺の膝。いただきます。うまい。サイボーグなのか。溶性器は溶性器は。もうためらいなくなってるよ。コーラだ。溶性器コーラだ。へえ。まあそうなんだ。コーラだ。ということで、はい。危険な化学の液体全部ただの飲み物ドッキリでした。リ
リアクションここで、はい、わからんねいや、Pさんすごい良かったですよ。ここまで整えると思わないじゃないですか。先生ありがとうございます。最初のところのもう良かったです。すごい良かった、Pさん。もう鬼人だったもん、最後飲んでるのあんな気にしてた人が。すごい、さすがのリアクション、さすがでして。え、佐藤が反応したのは、佐藤が反応したのは、あれはまあ水でも反応するやつ、そういうやつ。だからなんかやたら飲ませようとしたり、そうそうそう、触ってみるみたいな。触って全然大丈夫だからさ。だから別にコーラ触れない人だって今日まあ久々にね、やっぱね、あの P さんとコラボということで、はいはいはい、P さんも僕らに結構やっぱドッキリかけてくるんで。あ、そうだね、やっぱりやり返す仲じゃないですか。わ、そういう風になったんだ。カワニーの家のお風呂勝手に入ってたじゃないですか。そう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 、僕らは化学薬品を飲まない。違うんだ、レベルがマジでビビったね。だってカンタ君これ持った時にさ、なんかチャーってやんのかな。ちょっと俺退避はしたなって思って。ずっと信じてたんですか。ずっと信じてた。で、これだった、これがそれなのかって一瞬理解した同時に他のも飲み出すから、で、全部みたいな。ということで、はい、めちゃめちゃ協力してくださった元気先生のチャンネルと、はいはい、今回リアクションを担当してくれた P さん、はいはい、のチャンネルを概要欄に貼っておくんで、はい、ぜひ皆さん見に行ってみてください。お願いします、お願いします。ということで、以上今日の水さん4度でした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日、ありがとうございました。